スポルディングは1876年に創立されたアメリカのスポーツ用品メーカー。創業者はアルバート・グッド・ウィル・スポルディング。主にバスケットボールの生産元として知られるが、他にも野球、サッカー、アメリカンフットボール、ソフトボール、バレーボール、ゴルフなど様々な種目のボールを生産している。本部はケンタッキー州ボーリンググリーンに置かれている。 1876年、ナショナルリーグの投手として活躍していた、アルバート・グッド・ウィル・スポルディングにより、AG ・スポルディングブラザーズ社として、アメリカ東部マサチューセッツ州、スプリングフィールドに設立された。1878年世界初となるベースボールを開発、その後100年にわたりスポルディング製のボールが、MLB の公式級となる。 ベースボール以外でも数々の競技用のボールを世に送り出し、スポーツ界に革新を起こした。1877年世界初野球用グローブを開発。1878年には世界初ベースボールを開発。1887年には世界初アメリカンフットボールを開発。1894年には世界初バスケットボールを開発。 1895年には世界初バレーボールを開発。1930年には世界初ゴルフボールを開発。1972年には世界初合成比較素材バスケットボールの開発を行った。また1961年から1975年に実施されたアポロ計画で人類が初めて月面着陸した際、船長のアランシェパードは 月きで二つのゴルフボールを飛ばした。シェバードは何マイルも飛んでいった。と叫んだ。その時使用されたのはスポルディング製のボールであった。1930から1940年代、スポーツカルチャーが盛り上がりを見せる中、AG スポルディングブラザーズ社は、ボールビジネスに加え、シューズ、スポーツ用具、ウェアなどを製造する総合スポーツメーカーとして、飛躍的な成長を遂げる。 1931年にメジャー選抜が来日した際に着用していたツアー用ジャケットはスポルディング製である。140年以上の歴史を誇るスポルディングはアメリカのスポーツシーンの第一線を走り続け NBA や NFL などプロフェッショナルスポーツ分野においてはトップブランドとして絶大なる信頼を誇っている。スポルディングは業界一のバスケットボール生産会社で 1983年より NBA の公式ボールの生産を担当している。同時にアリーナフットボールリーグの公式ボールも生産している。またテニスプレイヤーのパンチをゴンザレスと独占契約を結んだことから有名スポーツ選手を使って自社の宣伝をするという営業法を打ち立てた最初の企業でもある。バウンド力の高いゴムボール、スポルティーンの開発でも知られる。 1949年から子供向けに売られている。このボールはパンクしたテニスボールの芯をリサイクルしたものだとされている。2003年、ラッセルコーポレーションに在庫、諸契約と関連する資産を6500万ドルで売却。売買契約はスポルディング、ダッドリー名のすべての製品の所有権を含んだ。契約はまた、オーストラリアルールのフットボール機器のブランド、シェディン、 アパレル、シューズ、スポーツ用品、関連製品の世界の60以上のライセンス契約も含んでいた。別のブランド名で販売されていたゴルフ事業は同年、キャロウェイゴルフ社に売却されている。スポルディングのスポーツ製品の2002年売上高は、ライセンス契約からのロイヤルティを含めて9000万ドルだった。スポルディングのブランド名による卸売総売上高は、 年間3億ドルを上回っていた。2006年、フルーツ・オブ・ザ・ルームが、ラッセル・コーポレーションを5.9億ドルで買収した。この買収は、ラッセル・アスレチックス、スポルディング、ジャージズ等を含み、これによりスポルディングの親会社は、フルーツ・オブ・ザ・ルームとなった。アメリカプロ野球早々期のスター選手だった、アルバート・スポルディングは1876年に、自身のスポーツ用品店を開き、 創設から間もない球技に様々な影響を与えた。1877年頃にグラブの使用を広め、公式戦で使用されるボールの標準化にも努めた。彼の会社、ag スポルディングブラザーズは野球の普及とスポーツ用品の宣伝を兼ね、1874年にイギリスとアイルランドへの野球普及のためのツアーを行っている。 また一方で野球の公式ルールガイドなど野球に関する出版物の発行などもしていた。バスケットボール1894年に最初のバスケットボールを開発したのはスポルディング社である。以降様々な改良を行い、マイクロポンプを内蔵したインフュージョンタイプのボールは針や空気ポンプを使わずにボールを膨らませることができる。また従来のボールの空気漏れを防ぐ。 様々な改善も行っている。1850年入りノイシ州シカゴ出身。19世紀に活躍したアメリカメジャーリーグの選手及び監督。1871年にボストンレッドストッキングスに入団しプロ野球リーグへ参加した。ボストンレッドストッキングスは当時のナショナルリーグ、ナショナルアソシエーション加盟チームの中でも最強を誇っていたチームで、 レギュラー投手だったスポルディングは1871年から1875年の5年間で205勝もの勝ち星を挙げた。打率も3割を超える輝かしい成績を残している。ほぼ全ての試合で投げていたスポルディングは1875年に年間約80試合のうちの72試合に登板し55勝5敗という投手成績を残している。 1876年にナショナルリーグが創設されると、スポルディングは、シカゴ・ホワイト・ストッキングスの監督兼任選手として迎えられる。同年、A.G. スポルディングブラザーズ社として、マサチューセッツ州スプリングフィールドにボールメーカーとして、スポルディングを立ち上げる。1878年、スポルディングは、 スポーツ用品メーカーの仕事に専念するために28歳の若さで野球選手を引退。また、一方で野球の公式ルールガイドなど、野球に関する出版物の発行なども手掛ける。1939年の野球殿堂創設後、発展貢献者としてアメリカ野球殿堂入りした。リーグスアスシャンズ。 ナショナルチームズクラブチームズアザーチームズ1973年、米国クエスター社との合弁で、ブリジストンスポルディング株式会社を設立し、日本展開を始める。1974年、スポルディングブランドのテニス用品を販売開始する。プロゴルファー尾崎正史と契約、ゴルフボール、ジャンボ発売。2004年、伊藤中ファッションシステム株式会社が、 ラッセルコーポレーションとスポルディングのマスターライセンス契約を締結。同年、日本初のプロバスケットボールリーグとして設立された BJ リーグとバスケットボールサプライヤー契約を締結。バスケットボールとユニフォームサプライを行う。2008年、伊藤中ファッションシステムとのマスターライセンス契約を解消。同年、100%米国市会社。 スポルディングジャパン株式会社を設立。2011年本格的にバスケットボール事業及びライセンス事業の自社運営をスタートさせた。ありがとうございます。